こんにちは、フットボールレディオの松です。2022-2023 シーズン、スペインラリーガ第16節、アトレティコマドリード対バルセロナの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。アトレティコマドリードのホームでありますワンダメトロポリターノで試合は行われました。アトレティコマドリードはディエゴ・シメオネ監督のもと 4-4-2 の形です。ゴールキーパーオブラク、フォーバック右からモリーナ・サビッチ・ヒメネス・レイニルド、右にマルコス・ジョレンテ、左にカラスコ、中央2枚はコケとパブロ・バリオスで、2トップにグリーズマンとジュアン・フリックスという形になっております。で、対するバルセロナはシャビ監督のもと 4-3-3 の形です。ゴールキーパーテアシュテーゲン、フォーバック右からクンデ・アラウホ・クリステンセン・バルデ、3センターガビ・ブスケツ・フレンキー・デヨング、右デンベレ、左にペドリ、ワントップアンス・ファティというような形になっております。では試合結果といきまして、合計スコア0対1でバルセロナが勝利いたしました。前半21分にね、ペドリの運びから中央への、パスがですね、ガビには合わなかったんですけれども、ファーサイドにいたデンベレに、流れるような形になって、デンベレがしっかりと沈めて、それが決勝点となるような形でバルセロナが守りきり勝ったというような内容になっていたかなと思います。では、内容の方に触れていきたいんですけれども、まずはホームのアトレティコ・マドリードから触れていきます。まず攻撃時ビルドアップになってくるんですけれども、基本的に運びはほぼないです。バルセロナがどういうプレスをかけてくるかにもよるんだけれども、基本的には圧縮をある程度かけてくるんで、それに対してこうズレを生み出して、人の、数的優位だったりを事細かく作っていってとか、幅をどういう風に使うとか、そういったものは基本的にほぼない。もうどんどん背後に蹴っていって、スペースのあるところで飛び出していく人材を使って、素早く簡潔に攻め切ってしまおうみたいな、選択肢を取ってます。なので攻撃に関してはほぼ話すことはなくて、基本的には守備ベースからスタートするチームなんで、ほとんど、ビルドアップのこだわりはほとんどなかったかなと。で、守備に関しては逆に、4-4-2 と、5-3-2を併用していくような形で、対応していくんですけど、3センターになる、5-3-2 の形になると、カラスコが一瞬ね、高めの位置に上がって、相手のを組んでまで、プレスをかけていくような形とかは前半は取ってました。ただ基本的には 4-4-2 でブロックを組んで、バルセロナが押し込んでくるものに対して前がかりで対応していこうっていう風な形を取ってましたし、中に入ってくるボールに対しての対応は非常に強固で、なおかつこう当たりも結構きつく当たってるんで、その辺は強かったかなと。で、特にバルセロナがですね、左ワイドにペドリを使っていることもあって、ある程度内側絞ったりする中で、形をね、変えてきたり、さほど変えてはきてないんですけど、バルセロナも、そこで中がね、多くの人が絡んでくるものに対してもうまく対応を取っていたと思うので、守備のベースに関しては、アトレティコらしさみたいなものがある程度しっかりと見えていたので、さほど問題ではなかったんですけれども、やっぱり攻撃のところで、後半に関してはね、前がかりにどんどんプレスかけていって、逆にバルサが前に運べないっていうところで、うまく前がかりでボール奪って相手陣に押し込んだ中で、人も絡んでいった攻撃みたいなところでチャンスも何回かあったし、決めきっていてもおかしくなかったんですけれども、あれを前半から行っていくことも一つの選択肢だったし、あとはボールを持った中で、どういうふうに相手を攻略していくかっていうところにもやっぱりこだわりを持って作っていかないと、今のバルセロナ、レアルマドリードもそうだけれども、特にチャンピオンズリーグの舞台とかになってくると、この戦い方でこう守りきるっていうことはできるんだけれども、基本的に先制点もしくは2点目取られたりすると、アトレティコって大量得点できるチームじゃないので、ある程度質に頼るんで、攻撃に関しては。なのでそうなってくるとちょっと厳しいかなと。アトレティコがどこを目指すかにもよるけれども、この状況のままでラリーガを制覇できるとは正直思えないし、チャンピオンズリーグはもうすでに敗退してるんだけれども、今日の内容を見ていると、
まあ、後半からね、特にこう前がかりのプレスをかけていくような形とかは非常に魅力的で良かったと思うんですけど、やっぱり前半の内容もそうだし、やっぱり攻撃の部分に関してはちょっと人の質に頼りすぎっていうところがあるので、まあシメオネのままでいくのかはちょっと知らないけれども、まあ、僕だったらちょっとシメオネそろそろ厳しいんじゃないかなっていうふうに捉えてますけどね。はい。そしてバルセロナなんですけれども、まあ、決勝点をね、まあ、前半の21分ほどにまあデンベレが取ったような形で、まあ、勝利したんですけど、まあ、基本的にアドレティコのブロックを効果的かつ意図的に再現性高くブロックを崩壊させたかって言われたらなかったですよね。まあ、ここがねちょっと今のバルサの課題というか足りないところなんですけど、まあ、もっと左右に振るとか、まあ、しっかりとやり直すっていう選択肢を持つということと、あとはもっと背後を使いたいですよね。引き出して背後っていうところも狙えるようになっていってほしいっていうのがやっぱり見てて思うところ。今のねこのバルサって結構ワイドからの質に頼ることってまあとにかく多くて、特に今日だったりするとデンベレサイドからの攻略にまあ結構頼ってたし、そこからの質っていうところで、まあ、ある程度攻略しようとはしてたんだけれども、逆にじゃあデンベレいなくなったらどうするのっていう話になるんですよね。で左に関してはまあペドリが出てきて、ペドリが内側絞るような形で、まあ、若干ねこう自由を与えられたような形で仕事をしていて、幅を取るのはバルデとデンベレっていう形になってたんだけど、効果的にこう左から攻略できたわけでもないし、右からは基本的にはもうデンベレの質頼りっていうところもあったんで、まあ、フレンキーとかがあの3バック化するバルサの間に立って、ウィングバック化しているバルデとの間に立って、その脇の部分、アトレティコの脇の部分からボール運んでいくとか、まあ、その人の質がまあ伴った中で前進していくとかっていうのは、まあ、ある程度作れてはいるんだけれども、やっぱり押し込んだ中での形と崩しの形とか手数のかけ方とか深い位置取るとか背後を狙っていくとか、その武器がたくさんあるはずなんだけど、それをうまくかつ効果的に使ってないなっていうのが、まあ、バルセロナの今の課題かなと。やっぱりどうしてもね単調というか、もう本当に幅を取る人の質に頼ってることが多すぎるんで、別にここでね突破力があるデンベレとかがいるからこそまあできることではあるんだけれども、まあ、正直ねこれだけの戦力揃っててこの内容しているともったいないというか、シャビ本当大丈夫っていう風に思うんですよね。でバルサって、まあ、めちゃめちゃお金かけて選手も取ったりしてるんだけれども、まあ、バルサの戦い方を見ていると、あのいつもね、まあ、ちょっと漫画の話出して申し訳ないんですけど、あのスラムダンク皆さん知ってますよね、まあ、知らない方もいらっしゃるかもしれないですけど、あの今も映画やってるね。であの漫画の中であのルカワと、沢北っていう、まあ、あの全国でもトップクラスの、選手とこう対峙する、1対1で対峙するシーンがあるんだけど、ルカワっていう、まあ、主人公のおる高校の、まあ、エース級の選手が、まあ、基本的に1対1も仕掛けることしかしないんですよ、ドリブルでね。でもそれに対して沢北はうまく対応していくっていうのがあって、お前はドリブルしかない、まあ、攻めることしかないみたいな。でもルカワがパスを覚えたりとか味方を使うことができるようになって、ルカワに迷いができてとかっていうシーンを思い出すんですよね。だ今のバルサって基本的にもうワイドからの突破頼りっていうところで、うまくその背後を使ったりとかいろんな武器がある中でそれをうまく使えずに、そこからの突破だけでどうにかしちゃってるよねっていうシーンが多いんで、いつもねバルサ見てるとこのシーンを思い浮かぶんですよ。あ今日もやってんなみたいな、ルカワと沢北のシーン思い出すわみたいなことがまあ多くて、まああのね3バック化するとかこういったことは全然悪くないし、なんだったら素晴らしいと思うんですよ。まあシティだってやるしね、バイエルンであろうが、まあ、ユナイテッドも最近はよくやってるけれどもね、まあ、こういった感じでよくやる、まあ、基本ベースというか運ぶ形でワイドをね使った攻略をしていくようなチーム、特に、まあ、バイエルンはちょっと違うかもしれないけど、最近はまあ、シティとかユナイテッドとかはね、まあ、ある程度その辺、やってるチームなんで、まあ、彼らがやってることをっていうところで、まあ、シャビもしっかりと取り入れてるのかもしれないけれども、やっぱり基本的に中央に関してはペドリとかがうまくねこう間で受けてとか、まあ、先制点に関してもペドリが間で受けてその中で運んでいってっていうところからスタートしてるんで、まあ、ああいった攻略がじゃあ常にできるのかって言われたらやっぱ基本的に難しいじゃないですか。
だからこそやっぱりアトレティコに対してどれだけやっぱりアトレティコがしたいことをさせないための攻撃をするか、まあ、いわゆる後ろ向きの対応をさせるかっていうところなんですけど、ここをやっぱりバルサとしては意図的に再現性高くできていなかったっていうのが、まあ、今シーズンというかもうシャビ体制になってからずっとあるんで、まあ、ちょっと大丈夫かなっていうのは、まあ、思いましたけどね。まあ、レバンドスキがいないとかっていうのはもちろんあったと思うんですよ。レバンドスキがいないとかっていうのもあったと思うんだけど、でもやっぱりね、レバンドスキいないとか、まあ、ハフィーニャをまあ後半から使ったとかね、まあ、いろいろあるけれども、これだけの選手揃えてこの内容はちょっと大丈夫かなって思っちゃいますけどね。もう普通にね、選手の質的には世界のトップオブトップの質揃えてると思うんですよ、ベンチ層含めても。だからやっぱり内容を見ているともったいないなというか、シャビで大丈夫なのかなってやっぱり今日見てもやっぱり改めて思っちゃいましたね。まあ、シャビに監督が変わってからね、どうしてもやっぱりね、前任の人が良くなさすぎたんで、どうしても彼に比べるとよく見えちゃうんだけど、でもやっぱりバルセロナが目指すべきところってクーマンより上でいいっていうわけじゃないでしょ。やっぱりこうラリーガを常に制覇できるような順位にいて、まあ、今はね当然まあ順位狙えてるんだけれども、チャンピオンズリーグでもしっかりと上に勝ち上がれるような、まあ、クラブになっていきたいっていうところが基本的なまあベースというか、バルサはそこにいるべきチームじゃないですか。でもそこに現状折れてないっていうのは、選手の質はもう十分揃ってるわけなんで、やっぱり監督ですよ。やっぱりね、シャビに懐疑的な目はやっぱりしっかりと持っておくべきかなっていうのは、まあ、見てて非常に感じるところは多いかなと個人的には思いますね。はい。で、まあ、守備に関してもまあある程度制限はかけていくんですけど、まあ、アトレティコがね基本的に繋いでこないんで、もうポン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 蹴ってくれるんで、前半に関しては特にね、まあ、逆にバルサはこう後半に入ってこうプレスをかけてくるものに対してプレス回避が基本的に作れてなかったことが、まあ、バルサの課題でもあるんだけど、まあ、あまり守備に関してはさほど時間もね、まあ、ブロック守備に関してはある程度ね、守りきるっていう能力は見せてましたから、まあ、問題はねある程度なかったと思うんだけど、逆にそのね自分たちの時間をまた意図的に作るっていうところができなかったこと、バルサはねやっぱ攻撃のところが一番課題多いと思いますよ。まあ、最終局面と圧縮かけられた時の逃げる形っていうのをねうまく作れていないっていうところがやっぱり今のバルサの課題かなと、見て思いましたね。はい。あとはそうですね、まあ、全然今日の試合と関係ないんだけど、バルセロナに関しては余剰戦力取りすぎですね。そこのポジションも人埋まってるのにまた取りに行ってるねみたいなことが多いんで、シャビがこれ判断してると思うんだけど、大丈夫というか、なんかパバールも狙いに行ってるっていう噂出たじゃないですか最近。いやもう十分いるじゃんっていう話なんですよね。まあ、組んで使ってる、セルジュ・ロベルト使ってる、でベジェリンもいる、でそこにパバール取るのっていう話なんですよね。確かにベジェリンがね、まあ、さほど戦力になっていないとかっていうのもあるのかもしれないけれども、でもそうだとしてももういるじゃんっていう話なんで、そこじゃないでしょうっていう、もう僕から見て思うんでね。シャビって一体何を考えてんのかなと、その選手補強のところで。なんかベンチ層とか確かに大事なんだけども、どう考えてもそこより必要なポジションあるだろうって思うし、その人の目利きっていうところもちょっと怪しい部分あるしね。まあちょっとどうしたいのかな。ちょっとシャビに関しては本当ね、選手時代が本当すごかったからこそね、やっぱ監督としても同じようにね大きなものを成し遂げてほしいなみたいな気持ちはあるけれども、やっぱり選手自体がすごいからといって監督になったらすごいかって言われたらそういったわけじゃないんでね。全然仕事も違うしやることも違うし、だからね、その辺でちょっとね、監督としてのシャビは正直僕の中で評価結構低いけど、まあでもどうしていくのかな、まあこの人のままでいくのかな。ラポルタはやっぱ信用してそうですもんね、シャビのことをね。まあ、めちゃめちゃ贅沢なことしてますよね。だってこれだけの戦力いてまだ取ってほしいって言ってるわけでしょ。いやもう贅沢よ、ほんとめちゃめちゃ贅沢言ってるからね。もうキャビアやったりもね、ステーキ最高級ランクのステーキとかいっぱい
頼んで食わしてもらってるけどまだ食べますみたいな感じですからね。羨ましいわ。こんな補強できたらね、ねえブライトンとかもっと強なると思うけどね。まあちょっと他のチームの名前出してはあれですけど、まあでも今日の試合見てて思ったのは両チームやっぱり課題は多いなっていうふうには、見て取れましたね。はい、ということで、以上でございます。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、ツイッター、インスタグラムもやってるのでよろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。